マノッチです。ルーキーズ2023最終回やっていきましょう。まあ見てはないけども、もう100敗は行ってるよね、行ってるよね。ちょっと先に見ようか、後で見ようかみたいな感じしようと思ったけど、111、うわこれ勝ちたいな、格変で終えたいな。4年30勝という切りの良さ、あと111敗っていうゾロ目、これをキープしたいなということで、今日勝とう、頑張りましょうね。もう終わり良ければ全てよしみたいな感じでいこうぜ。はい、よし、コメント読んでいきます。まのちさんこんばんは。こんばんは。5月7日ファイターズが上川畑選手が守備のミスを取り返すサヨナラタイムリーでジャスティスプロ7年目で初勝利。いやあ、さよならしたみたいだね。ごめん、あの試合の映像何一つ見てないんだけども、最近あれですな、あのジャスティスなんやかんや名前聞く機会が多いよね。正直今の楽天の状態だと勝ち試合も落とす一方なので、日ハムの最下位脱出もあるかなと感じています。この調子で日ハムには上位を送ってパリーグをかき回してほしいですね。かき回したら面白いね。自分も楽天のセンターといえば聖澤さんのイメージが強いですね。分からんけど、多分楽天で一番センターのポジションついたことあるの聖澤選手だよね、歴代でも。この動画の時のコメントが最終回ということで、今回の記憶に残った、また推しになりそうと思ったルーキーズのメンバーを教えてください。推しになりそうで言えばやっぱり昼間くん、あと印象、まあ、記憶に残ったのは、まあ、昨日の試合にはなるけれども清水君。昨日久しぶりに栄冠ない2023年版をプレイしました。若干システムが変わっている感じはありましたが、久しぶりにプレイするゲームは楽しいなって思いました。まのちさんも久しぶりにプレイするゲームは楽しいって感じたことありますか？あるある。俺で言えばスーファミのマリカ、あとファミコンのテニス、この2つはね、ほんとしょっちゅうやるのよ。まあしょっちゅうとか、その久しぶりにやることが多いから、やるたびに楽しいと感じるかな。まのちさんこんばんは。こんばんは。純粋に気になったのですが、まのちさんのペナントは2年目以降はプレイしませんが、なぜですか？まず2年目以降になると、ゲーム内で用意された架空の選手が、まあ、ドラフトで入ってきたりとか、そういうことあるじゃない。それがいらんっていう感じかな。よし、行きますか。勝つぞマジで勝つぞ。ノリノリだから。先発の枚数が増えてます。ごめんなさい、リリーフの枚数が増えてます。最後だし、西村くんノリノリ状態です。あと、その清水くん覚醒しましたよ、やっとね。ただ今日松尾くん調子いいから、サード行きたかったんだよな。調子いい、やこの足は行かせ、どうしようかな。ダイソー要員が、まあ、村松君とかになってくるのか。こうしよう、確実に盗塁を成功させるってことを考えたときに、やっぱりベンチに置いておきたい。こんな感じでいきますか。はい、これでユニフォーム、よし、最後ビシッと勝つぞ、ビシッと勝つぞ、マジで。もう散々だったな今年のルーキーズは。ベルーナドームです。まあ、リアルはリアルだよね。今までのはどうしても互いに打てないとかが多かった。ブレイボー、まあ、今まではどうしてもリアリティのない成績みたいなのも多かったけど、考えください。エンドランだ。戻って、飛び出している、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。一塁ランナー走った、投球ボール、キャッチャー二塁、これは楽々セーフ、盗塁成功、絶対ものにする。第2球投げた、アウトローを見送ってストライク
第3球打ちました。今の後ろの広告の凍らせてフローズンゼリーというのが気になったな。もう一回映るかな。あ、もう映るかな。あ、映ってる映ってる。こんにゃくゼリーと。ボールがライナーでライトへ取って、これで3アウトチェンジ。では改めてルーキー2塁ルーキーの大野、これが1回の裏、これからライオンズの攻撃に入る。トップバッターは源田。さあここで何を仕掛けてくるでしょうか。第4球を投げました、打ちました、当たり損ない。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番川越。さあ4球目、スラム、空振り三振。右バッターボックスは3番愛、同期は3球目投げました、外角低め、空振り三振。大野三安がうなります。2回の表ルーキー攻撃に入ります。先頭バッターはタイル、投げました、空振り三振、バッターアウト。今井君で159キロも出んだ。え、ごめん、もともと成長して、ああ元々の能力で持ってんだ。第9投げました、初球を打ちました、この先ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは7番小玉、投げました、外の小玉打った、センターバックして取りました。なんか今日いけそうな気するな。もう早々にヒットも出てるしな。2回の裏、これからライオンズの攻撃に入る。第4球を投げた、打った、流し打ち、はいよ、タイル一塁、ベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ペイト、初球を打った、打球はファースト右、あれ見ましょう、あの試合終わったらシーズン成績。ランナーありません。バッターは6番殿崎、第3球を投げた、低めボール球打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。いいね、ノリノリいいね。オード3人、3回の表ルーキー攻撃に入ります。先頭バッターは松尾、もっとね出て出るかなと思ったけども、清水選手のノリノリ期間が長かったから。で動画撮ってない時も清水選手スタメンマスクがほぼほぼだったんで、ね、どうしても1回活躍、1回というか、まあ、活躍させて覚醒期待してたからさ。投げた、サークルチェンジ、見逃し三振。ルーキー最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。3回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。何も使わず行きたいね。指名打者両川、投げた、打ちました、ふわふわっと上がった。ごめんね、マウンドの左掴みました、これでワンアウト。いやーマック食いてえなーと思ってさ、マックのさインコースハッシュポテト、あれ超うめえじゃん。ピッチングです。バッターは9番杉、投げました、なんであんなうめえんだろうなハッシュポテトな。いやあれはね、本当あの昼も置いてほしいなと思うけど、やっぱ朝だけの特別感はなんかそのまま残してほしいっていうのもある。何を語り出しか分かんないけどさ。打った、キャッチャー落下点に入りました、ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター覚醒した男、さあここで、いやまあ覚醒してるからね、警戒もするでしょう。投球これから2球目、打ちました、この先ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9、あと最近ハマってんのはあのセブンイレブンの初球から打ってったライトへのフライダー、掴んでこれで3アウトになります。紙パックのオレンジジュース、うまい。ルーキーライオンズ、この回は打順よく1番から、ね、紙パックの飲み物が好きで、うーわ抜いていった。あとカンカンも好きで、打ったバッターは2塁へ向かった。だいたいペットボトルになるじゃん飲むときって、今もうこの時代。ランナー一人置いて迎えるバッターは川越。俺がゲーム会社で働いて、うわーバントは考えてなかった。取りました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。俺が単純に今ね ID 焼きとは何もかも使わせてたんだよ。第4球を投げました、打ちました、三遊間、くわー二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、これでゲームが動ける。いやまあまあまあ、もうケチったんだったらケチってこのイニング乗り切る。4番山川、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げました、打った、ピッチャー返し、門脇神田、二塁フォースアウト、アウト、うまい、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今のはうまいね。
かっこよかったね。ここここあの右足グッてやってから投げるところがすげえかっこよかった。5回の表1点を追いかけます。ゲーム会社やってる時に基本的に小読み通りだったの、仕事って、まあ、月金で打ちました。で2時45分から14時45分から15時までの15分休憩っていうのがあって、まあ、それがその日の最後の休憩になるんだよ。で金曜日のその時間の休憩の後に自販機でジュースを買ってたの俺。バッターは7番、1週間お疲れさんみたいな感じで、それからね、なんかその缶ジュースを飲むとすごい特別な感じっていうのがもう染みついちゃって、であとその残業が多い時とかの金曜日の朝、俺毎日あの飲み物はペットボトル、自分で飲み物、お茶とかさ、スポーツドリンクとか作って持ってってたんだけど、第5球投げた、よし、しました、フラフラッと上がった、ショート落下点に入りました。残業が多い日の毎週金曜日の朝だけはコンビニで紙パックのジュース買っていったんだ。まあまあ飲み物はその時々なんだけど、まあ、コーヒー牛乳だったり、まあ、紅茶だったり、だからね、紙パックとね、カンカンだけど、本当いまだにね、特別感あるんだ。スリーアウトチェンジ。おう、この回ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは松尾、はい、第3球を投げた、誰か分かってくれる人いねえかな、この特別感。ボールを取る、今井取ってアウト、これでワンアウトランナーはありません。あとマウントレーニアみたいな、投げました、おっとデッドボール、打順をトップに返って、生かしたいな、ここ生かしたいな。マウントレーニア系 の、あの入れ物も特別感あるよね。杉くん、エンドランだな、頼むぞ、うまくいけよ、よし、とりあえずな、今シーズン6個目の盗塁を決めています。一発行っていいでしょう、ノリノリだし期待できるでしょう、いつもい。第5球投げました、外のボール球、あっちゃスリーアウトチェンジ。いやー、今のチャンスはもうなかなか来ないと思うんだけどな。いや、てかノリノリすごいね、やっぱスタミナの持ちがいいね。初球を打ちました、打球は右中間に上がった、これはヒットになります、うん、打ってバッター一気に二塁へ向かう、まあやられそうだなと思っての下位打線だけども、アイディア球使ったんですか。右バッターボックスは9番すげえ、おピンチの場面で使わなきゃホームランだったと考えます。投げました、低めのボール引っ掛けた、掴みました、これでワンアウト、ランナーは二塁。さあここね、第5球投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、ボールはファーストへ、あー怖え、マジでピンチが続きます、本当に足合い。川越、今日は三振とピッチャーフライ、直球空振り三振、オー、ツーアウト3、試合は終盤7回に入ります。バッターは覚醒した男、さあ何度掘り押せねえか、高めボール球打った、セカンド左へのゴロ、めっめっちゃセカンドゴロ多くない。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番ヒルマ、投げました、内角ボール球、ナイバッチ、取れない、ヒルマいいバッティングを、バッターは5番タイ、今日は三振、どうしようか、もう一丁エンドライン行くかい。いやこれね、バッター当たらなかったらえらいことなんだ、今日何かしないと、失敗を考えてたら多分勝てない、成功例だけ考えよう、はい、エンドランだ。さあここで勝負に出ました、第3球を昼間走った、三振、キャッチャー二塁へ送球、よし、とりあえずね、昼間今シーズン2個目の盗塁を決めています。レベル高い引っ張りだ。第4球を投げた、これは引っ掛けた、サードこれは守備範囲内、アウト、チクショー、チェンジ、
リプレイをご覧。7回の裏ライオンズラッキーピッチャー変えますか。先頭バッターいやなんか全然投げれんだけど最後だしさ、はい、オール降板。よし第5球投げた打ちました。これはいい、抜けた。相手ナイスバッティングです。先ほどライオンズバッターは4番山川。今日はファーストゴロとショートへの併殺だ。第3球を一塁ランナー出た。二塁送球はどうだ。盗塁を許します。これだ。ルーキーここは引っ張りに警戒します。低めの球見逃し三振。次は4球目投げた打ちました。いい当たり。うわ何とか頑張って一発はつかない。間に合うかどうか。もう一発は攻撃に回す。いいバッティングを見せました。バッターは6番殿崎。もう集中もつかないよ。ショートゴロ投げた打った。ああ1点追加点か。若林スタートを切った。三塁ランナーホームイン。いいなそんな風に点取りたいよな。バッターは DH の4。そんな風にというかアウトカウントなしで点を取りたいけど。打った痛烈な当たり取りました。これで3アウト。7回までが8回の表ルーキー攻撃に入ります。トップバッターは小玉。今日はセンターライナーとレフトフライ。初球打った一塁へ送るアウト。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは8番松尾。塁出てくれ。ファーボールで熱い。ファーボール熱い。オッケー見送ってフォアボール。ストレートのフォアボール。ルーキーダイソーベンチに置いといてよかった。第9一塁ランナー打った。タッチは危ねえ危ねえ。よし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 。投げた今ねすっごい迷った。一発一個迷った。トップバッターの林君に代打。これでツーアウト。ランナーはこの足失うのは痛いけど、じゃあ今日打ってんだけど。誰かが何かやってくれる。萩尾君、能力的には村松君。村松くんじゃないか。バッターは代打村松。頼むぞ頑張れ。さあここで勝負に出ました。てこい頑張れ。さあ5球目くわー予感終わった。まあしょうがないね、そのままセカンドで、キャッチャー。まあしょうがないか。さあここは守備を変えてくる。8回の裏これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはブランド、はい、伊藤降板。うわーやばいね。一発なくなっちゃったね。第5球投げました外れて。うわーやだな。いきなり歩かせてしまいました。なんだろうバントもあるよね。あるけどもすんなしって感じだな。サードライナー投げました見逃し三振。バッターはトップに帰って源田。今日はここまで3打数1安打投げました。空振り三振。2者連続三振。2点で乗り切ればわからんよ。流し打ち1塁送球。小玉軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。さあここは守備。さあいよいよ9回に入ります。さあノリノリ。先頭バッターは指名打者西村。そろそろなんかやるだろう。形を作りたい。次が6球目投げました。よっしゃ先頭バッターフォアボールで出塁します。走らせはしない。少しでも足早い選手とりあえず置いとく、はい、ルーキー大好き。さあノリノリ。さあここで監督は勝負に出ます。ゲッツーじゃなきゃ。第9投げた初球から打ってった。センターの右にボールが上がっている。掴みました。あと一人どうにかどうにか出てくれ。どうにか出てくれマジで。左バッターボックスは4番キルマ。一発いくか。ランナー2人ためよう。溜まると思う。
変わってくれ、入れてこい、頼む頼む。うわー、ランナーがセカンドに行けないから気合も使えないでしょ。ビッグベースボールか。でレベル上げてうまいことハマってくれること期待。第9打ちました。初球打ち、サード右へのライナー、試合終了。今井見事な完封勝利、ルーキー2点。お疲れさん。あーそっか、112敗。112敗だよ。横浜が日本一ですね。ざっくりね。ワースリー50セーブいってる。いやてかもう先発に関しても山本くんがちょっと凄すぎるでしょう。これは小笠原くんすごいね。いやあんま勝ちに恵まれなかったな。すげえな、70登板って数字すごいよな。やっぱり何回見ても本当に出たなって感じするわ。2試合に1回出てんだもんね。3割バッター1人か。あ、100だっていないね。いない。やっぱうちの守備力が生きたかな。まあ分かっちゃいるけど、うちの名前は全然入ってこない。全然入ってこない。いやー現実の村上くんね、どうなるだろうね。すっげー見にくい、誰も規定達してないから。すごい見にくい。あ、惜しかったね、もうちょっとだったんじゃないの。規定なんぼ分かんない。あ、全然足りてないのか。あーやっぱノリノリ状態長かったからね、いいね。うん、イクミ君に関してはね、覚醒してから出てる試合ほぼほぼ出てなかったから、試合数少ないんだよね。打数も少ないでしょ。だからまあ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 結構残せたのかなと。うまいことね、短い時間の中では。ピッチャーに関してはね、しょうがない部分はあるよね。吉村君一人で頑張ったみたいになるからやめてほしいな、これは。なんか吉村君、まあ、今日ずっと一軍だったからな、はい。年間表彰式見ましょう。年間表彰式、なんか奇跡的にうち入んねえかな。奇跡大きいっす。いや本当これ、ね、新人王の条件どうにかしてほしいわ。なんか毎年思う、分かりにくくて仕方ないわ。もうその年のルーキーだけでいいじゃんと思うね。なんか分かりやすいでしょ。ちょっと入ったぞ、名前出たぞ。ちょっと名前出たぞ、はい。
ということで、ルーキーズ散々でしたね。勝てなかったね、なかなかね。はい、明日から、ロッテ編、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。終わり、さよなら。Oh, God.